揃ったし、これで作れるわね。ベーコンの専門店なんて初めて行きました。そう？少しお値段は張るけど、これが美味しく作るコツなのよ。薄切りではなくブロックで買うのですね。きっと味がしっかり出ると思います。ねえ、本当に私たちで作らなくちゃいけないの？当たり前じゃない、クリスマスパーティーなんだもの。自分たちで美味しいご飯を作りましょう。だってクリスマスの料理って七面鳥の丸焼きとかでしょ。え？あ、そうだ、ケータリングでシェフに来てもらえばいいんじゃない。シェフに来てもらう？さすがお嬢様、とんでもない発想だわ。え、そんなにおかしい？シェフの方が作る料理の方が美味しいかもしれませんが、自分たちで作る料理もとても美味しいですよ。でも何か心配事でもあるのですか？私あんまり料理したことないし。あら、大丈夫よ、私たちが教えてあげるから一緒に作りましょう。最初に作るのはポトフですし、心配いりませんよ。うん、じゃあやってみてもいいわ。ねえ、このくらいの大きさでいいの？ええ、ちょうどいいくらいだわ。人参一本切るだけでずいぶん時間かかっちゃったわ。それだけ丁寧に切っているってことよね。はい、雑に切るよりよっぽどいいです。切り終わったらお鍋にオリーブオイルを入れてちょうだい。このくらい？入れすぎた？もう少し。うん、そのくらいでいいわ。まず最初にニンニクと玉ねぎを炒めてくれる？わかった、火はこれくらい？ええ、ちょうどいいですよ。なんだマキ、全然大丈夫じゃない。料理を全然やったことがなくても大体の切り方や火力がわかるのですから、センスがあるのではありませんか？本当、これなら私たちが教えなくても十分できちゃいそうよね。この後の料理もスムーズに作れそうですね。別にそんな無理して褒める必要ないわよ。そんな、無理して褒めているつもりはありませんよ。マキ、どうしたの？普通の女子高生ならみんな人に聞かなくてもできるんだろうなって思って。そうですか？親御さんが作る家庭の方が多いと思いますし、それほど気にすることもないと思いますが。だって私って普通のことができないから。普通のこと？料理をするのは普通のことなのかしら。テストの点が良かったり作曲ができたりはするかもしれないけど、誰でもできるようなことができないの。普通のことができないってかっこ悪い。マキって、どれが普通でどれが普通じゃないってそういうことをよく考えるの？よくってほどでもないけど、たまに。料理をするのは普通のことなんて決まってるわけじゃないし、それにマキはその分いろんなことができるじゃない。マキの作曲の才能は本当に素晴らしいですよね。二人とも。マキはこれからもマキのいいところを大事にしてね。お返事は？はーい。よろしい。そうだ、これからも定期的に一緒に料理しましょうよ。マキならいい花嫁さんになっちゃうんじゃない？あ、花嫁？定期的に料理をしていれば苦手意識もなくなりそうです。そうなのかしら。また一緒に料理しましょうね、奥様。もうバカにしないでよ。